こんにちは。いよいよ来ました。江戸の終わりです。いやー、長かった。ただいよいよもう終わって、次明治、大正、昭和っていうような形で歴史が終わっていくと。ではね、今日頑張ってね、皆さん大好きペリーのところ、そしていよいよ幕末っていう形で江戸が終わるという感じで、頑張ってやっていきましょう。前回やったのは、外国の船がちょろ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 来だしたよ。ね、ロシア、イギリス、アメリカ、特にロシアのラクスマン、根室に来ました。他がちょろちょろしだすから、一発ドカーンと撃っちゃえよ、異国船打ち払いに。で、ダーンって撃っちゃったのがモリソン号事件。渡辺崋山、高野長英、違反したから幕府をね。だから、捕まっちゃった。馬車の。はい、そうこうしてる間にアヘン戦争終わって、イギリスが清をボコボコにやっつけて、日本うるごいよってなったから、水野忠邦の時に国船打ち払い令を廃止にしたと。憲法の浸水給与令とか言ったよね。薪とか燃料とか水とか食料をあげてお引き取り願うと。そんなようなことやりました。はい、その後です。いよいよ親分登場。ただ親分ゴミ、1800ゴミ、はい、1853年ゴミですよ。はい、このゴミにね、いよいよ親分登場です。アメリカ、まあ、5000引っ張っとくか。アメリカのある人、もう有名人だ。はい、ペリー。これが4艘の軍艦を率いて日本にやってきた。さて、どこにやってきたか、我が聞かれちゃう。はい、ここだよ。浦賀というところに。さあ、浦賀って何県ですか？神奈川県ですよ。はい、ここにやってきましたよと。いよいよペリーが圧力をかけてきた。はい、そして1年後、はい、ペリーがゴミだから、ゴミの1年後、はい、54年、ついに日本条約結んじゃいます。はい、これが日本とアメリカなので日米和親条約。はい、いよいよこれで鎖国が終わってしまう。アメリカと条約を結んだ。そして港を2個開港します。今までどこ、はい、長崎出島だったよね。で、さらに貿易できたのがオランダ、清、朝鮮とアメリカ参入してきました。さあ、どこの港だって言ったら1個目、はい、北海道の函館。そしてもう一つが下田というと。ここはさ、何県ですかって。まあ県じゃねえからどうだよね。だから函館ってさあ何道ですかって聞かれて、県道とかやついねえだろ。はい、北海道でしょ。で、下田って何県ですか、これはある。ちなみにこれ何県、下田って。はい、自分でためには調べろ。静岡県、これもちゃんと知っといてください。ようやくいよいよ結んでしまいました。で、下田と函館開きました。で、当然長崎の出島あるよ。はい、そしてここからさらに4年後。あのね、年号を覚えるとき、まあ、語呂合わせで覚えられるとこは語呂で覚えてもいいけど、1個基準作るといいんだよ、これ実は。だからまずね、ペリーがゴミって覚えるでしょ。ペリー来るじゃん。1年後って言って日米和親で、そこから4年後って言ったら、はい、1858、はい、1年後4年後、こっからここで5年後とかね、そんな感じで覚えた方が実はいいよ。条約の名前、これね、ないんだ、入るかな。日米修好通商条約、日米修好通商条約、日米修好通商条約、日米修好通商条約。俺滑舌は良くないから結構かん。みんなはさらっと言えるようにしてください。10回ぐらい言えば覚えるでしょ。日米修好通商条約、日米修好通商条約、これ結んだ人、日本人代表大老。うん、大老って何、聞いたことあるよね。一番偉いの将軍、ナンバー2老中で、老中は常にいる。ちゃんといる。将軍もいる。で、この間、この間で臨時でいるのが、こういう人。井伊直弼。これだもんね。いいやつ。ね。はい、井伊直弼。はい、これと、アメリカ代表、ハリス。これで条約
を結んだと。さあ条約の中身見ましょう。実はこの中身、もうここに条約ってちょっと書いちゃったんだけど、実はこの日米修好通商条約、別名不平等条約、どっちが不利だって言った、日本不利、アメリカ有利、こういう条約でね、この不平等条約っていうのがこの1番と2番、これがね不平等の中身、ここが。じゃあどんな中身って言ったら、まず1個認めちゃった何よって言ったらこういうやつ、読み方ね、違い保険って言います、または領事裁判権とも言います。で、もうちょっと書くスペースないから、俺も違い保険っていう形にしちゃいました。これを認める、ここまでいかないんだよ。違い保険だけじゃ成立しないよ。違い保険を認める、どういうこと？外国人が日本で何か悪いことしちゃいました、普通だったら日本の国内だから日本で裁判をする、ね、日本の裁判を受ける。ただしこの違い保険っていうのを認めてしまうと、外国人が日本で何か悪いことしても日本の裁判で裁けないっていう、こういうことになっちゃう。だから日本にとってはすごい不利になっちゃう。はい、これ違い保険って言いますね。違い保険を認めてしまった、だから外国人有利、まあ、やりたい放題とまで言わないけど、で罪が軽くなってしまうってことですよ。はい、それと2個目、何ちゃらがないと。はい、何って言ったら、今度ね、これ和音で書くよ。関税自主権。なんかまた変なの出てきた。関税って何って言ったらね、日本に品物が入ってくるときに税をかけるんですよ、その品物に対して。なんでって言ったら、あまりにもね税がなくて安い状態で入ってくると、日本の品物と比べてこっちが安かったら安い方買っちゃうでしょ。だからそうすると日本で作ってる会社とか潰れちゃうじゃん、不利でしょ。だからちゃんとね税をかけてあげる。はい、こういう権限がなかったんですよ。そうすると外国の安い品物がバン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 日本に入ってきちゃう、こういうこと。はい、っていうと日本の会社が不利になっちゃうよね、物作ってるところ損だよね、苦しいよねっていうような状態。はい、こんな不利な条件を飲まされてしまう。で、これが後にやっていくけど、この不平等を明治時代は直すために努力をしていくんですよ。これ明治の重要なポイントの一つ、違い保険を認める、これを直すと、撤廃する。はい、関税自主権がないっていうのを、これを関税自主権を認めてもらうっていうことが明治の大切な役割になってる。はい、でそれとね、あとね1、2、3、4、5個、5個港を開くんだって。さあ、じゃあ一気にいっちゃいましょう。5個。はい、まず1個函館。はい、それと神奈川。神奈川って横浜でもいいよ。はい、それと兵庫。ここもね、神戸でも OK。 函館、神奈川、兵庫、はい、日本海にも1個作って、新潟。はい、で最後は長崎。この5つを開くぞっていうこと。だから貿易できる場所がだいぶ広がりました。こんなようなことやったのが井伊直弼です。まあいいのか悪いのかしなんとも言えないけど、ただ中には開国反対派っていうのがいるんですよ。だから昔の江戸時代の、だから凝り固まった考え方をずっと持ってる人たち、開国なんてとんでもねえと言ってたのが吉田松陰っていう人、それと水戸藩主、尾張藩主。水戸と尾張って紀伊水戸尾張で御三家だったよね。江戸時代の、あ、なんだ、藩の中でも、もうものすごい力を持ってる御三家って言われてるやつだね。審判の中の3つ、御三家、水戸、尾張、そのうちの2つだ。ここの藩主っていうのはナンバーワン、一番偉い人、こいつらが反対した開国を。だからこの井伊直弼ちょっと強引だよね、処罰します。処罰します。この事件のことを、はい、こうやって言います。安政の大獄で、ここに次に入る言葉は井伊直弼ですよ。でね、年号が1858で、58から59年にかけてかな。はい、
こんなような出来事が起こりました。さあ最後今日、はい、2年後、1860年、開国をしました。処罰しました。今度はこの井伊直弼が水戸藩の人に殺されます。つまりここですよ、親分がやられたから仇を取る。井伊直弼殺されちゃうし、はい、これが桜田門外の変と。これで井伊直弼がやられるぞーっていう、これでペリーが来た後からの一連の政治的な動きが一応生まれました。今日から最後ここにね、この時の貿易品がここに乗っかってます。軽く覚えてみましょう。入ってきたのは毛織物、目織物、毛綿ね、毛綿物ね、毛綿織物、毛織と目織物。日本から出てったのは生糸、生糸ってシルク、シルクの元になっている糸、これが生糸。はい、であとお茶で、これぐらいはちょっとね、軽く最後知っておいてくださいと。はい、ということでいよいよ次回がクライマックスです。はい、ということでじゃあ一旦これで終わりましょう。はい、ありがとうございました。